どうもみなさんこんにちは。こんにちは。今日は、岩田君来てくれて、はい、なんか楽しい話してくれるって言うんやけど。そうなんですよ。おう、どんな話？今日はあの一応まあスーツって一応こう春夏向けのものとか秋冬向けて、うん、まあざっくり分けるともう細かく分けたらもっとあるんですけども、はいはい、おおよそ大体まあそのシーズン別にあるんで、今回まあそのそれぞれの季節の、まあ、違いっていうんですかね、スーツの、うん、もうちょっとご紹介していこうかなと思っております。はい、これあれなんですよ、あの YouTube にコメントいただいて、ほう、あのこういう春夏と秋冬の、まあ、スーツの違いについて教えてほしいっていうコメントがあったので、ちょっと今日はそれを、はい、リクエストにお答えしようということですね。はい、はい、まずそしたら一般的なかもスーツってまあこう当然生地になってるわけなんですけども、このまあまあ生地の違いからですね、はい、まあ、簡単、まあ、ほんまに簡単に言うと当然春夏は極力薄く作ってありますし、うん、秋冬向けっていうのは割とこう糸を多く使って分厚く作ってあるんですけども、なぜかあの目付けっていうのを必ず、ね、生地仕入れる時には例えば 220g とかね、あそうですね、大体グラムで表されてるんで、うん、230前後は大体夏もんで、260以上になると大体秋冬向けらしいです。ほんまかお前それ。一応調べましたすごい。昔ってこうものすごく分厚いのが多かったらしいんで、はいはい、260って言うと昔で言うとはそんな冬もんでもなかったらしいんですけど、うん、最近ってあんまりこう分厚いのってなくなってきたんで、今では大体260前後でも秋冬ものになってるみたいですね、うん、昔のあのだって今はもう暖房設備っていうのかな、あのそうですね、クーラーとかな、あの暖房機があの必ず入ってる、あの結構入ってるから、昔みたいなそのゴッ、きっちりしたこう、打ち込みっていうのが少なくなってきたな、うん、ちょっと薄くなってきた、なってきてますね、うん、で、まあ、この生地のまず、ね、まあ、一つ目違いなんですけども、はい、まあ、折り方っていうんですかね、うん、まあ、これも深くいくと結構難しいんですけども、はい、単純に言うとまず春夏物の生地っていうのは、まあ、縦の糸と横の糸をもう交互に組み合わせていってるような形になってるんで、うんうん、それ平織りやろ、まあ、平織りです、うん、ありがとうございます。何平織りっていう折り方、あ、俺言うたことない、分かんないいや全然大丈夫です、うん、っていう折り方に基本的に春夏物はなってて、う割とこう密度しっかり折っても、うん、通気性とか割と保たれて折れるのと、割とだから摩擦とかには結構強くなるような折り方みたいになってます、うん、で夏物はもうほぼこれになってるんで、続いて秋冬のやつの折り方なんですけども、うん、綾織りっていう折り方になってまして、うんうん、これは縦と横、まあ、2本以上連続して折ってあるんで、まあ、よりこう分厚くなりますね当然、うん、でまあ綾織りって別名こうシャモン織りって言ったりするんですけども、シャモン、シャモン織り、シャモン織りですね、なんか斜めに、シャモン、シャモンですね、あーシャモンな、シャモン織りって何だシャモンな、シャモン織りです、ね、うん、はい、あの柄がこうこの折り方でいくとこう斜めにこう柄が入って見えるような折りになっていくんで、うんうん、一応こうシャモン折りとも呼ばれたりするんですけども、はい、まあ、平折りとかに比べると割とまあ当然丈夫になるのと伸縮性とかがやっぱり生まれるような折り方なんで、光沢とかも夏物の生地に比べると出やすいっていうような折り方ですね。なんで春夏物のやつってあんまりこう光沢強いやつ少なくて、秋冬の方が光沢があるやつが多いのはこういう折り方の差っていうのもまず一つあるというところですね。なるほど、はい、うん、一応これまず一つこう折り方で季節ごとの違いですね。で次はまあいろいろあるんですけど、ごめんもう一回おさらいして、俺全然聞いてない夏物は何より平織りです。平織りが多いということ、はい、で冬物は何が多い、まあ、綾織りが多いということですね、うん、まあ、これも基本的にという感じになってます、はい、はい、ごめんなさい、次どうぞ、はい、次すいません。次はですね、まあ、こうスーツのまあ基本的な作りはそんなに差はないんですけども、まあ、細かい仕様っていうんですかね、ほう、まあ、まず一番分かりやすいのは裏地ですね、うん、春夏物の裏地は基本的にあの背抜き仕様っていう形ですね、うん、まあ、あのもう動画でも紹介あったと思う、うん、背中の部分抜いてるやつな、そうですね、うん、俺オールシーズンもうあれやソウルやけど、あ、僕もそれ派ですね、うんうん、全部いつでもソウル派なんですけども、うん、まあ、一応既製品とか見てると割とやっぱりより涼しく軽くっていうのでもう背抜き仕様になってあるものが夏物には多いかなと、うんうん、まあ、その他なんかこう半裏仕立てっていうんですかね、はい、よりさらに軽量化したような形のやつもあったりとか、広見返しというこの見返しの部分ですかね、うん、ここも大きく取るんでより軽い仕様になるんですけども、うんうん、なんか調べたら広見返しもそんなに半裏とかとそんな軽さは変わらないみたいな、表地の方が重いもんそうですね、だから一応まあ仕様としてこう広見返しやったり半裏仕立て背抜きっていうのが春夏向けのものには
ない、多いと。あとはまあもう秋冬は一般的にソーダ仕立てになってるものが多いんですけども、あと別にこうアンコン仕立てっていう、うん、こうもうほぼ副脂材省いたようなやつなんで、うん、こうすごく軽い塩になるんですけども、うんうんうん、まあ、これ夏物に多いと思ったんですけど、うん、まあ、調べると秋冬の結構肉厚な生地でもそれ一枚仕立てになってたりはするんで、うん、これはまあ一応季節関係なくあるみたいですね。またより軽い塩のものもあるということですね、うん、であとこれまあ細かいとこなんですけど、こう襟の真珠ですね、はい、これ夏物はもうより薄く軽くするためにほとんど接着芯って呼ばれる、はいはい、最近接着多いね、もうほとんど多分接着芯になってるかなと思います、うん、まあ、その他あの馬の尻尾の毛使った総形芯とかバス芯って呼ばれたりするやつがあったりするんですけども、うん、まあ、風合いは生きるんですけどやっぱりこう重たくなるんで、うん、どっちかというとまあ秋冬には使われるんですけども、ここあれな、ここロールは綺麗けど、あ、そうですね、ここやっぱこの帰りとかね、まあ、あの接着はもうペチャーンってなってまうからなと思いますね、うん、まあ、でも軽いので、まあ、最近はほとんど多分既製品とかももうこの接着になってるかなと、うん、一応まあ季節によってこう向き不向きがそうやある、ね、夏物でやるとね、その毛人が出てきてしまったりしますもんね、そうですね、毛人も薄いのでやっぱり表にこう出てきちゃったりするんで、うん、冬物の方が多いですよね、うん、ありますね、そうなん、はい、はい、はい、うまっ大野くんや、もうスタッフですね、そうそうま、先ほどお話しさせていただいたちょっと水牛調のもので行かせていただくと、まあ行ってもこの辺で次はこれ結構、まあ、大事というか素材ですね、はいはい、まあ、一般的にまあスーツはほぼウールやってするんですけども、うん、一応夏向けのやつやとモヘアって呼ばれるこう、うん、ヤギの毛を使った素材があるんですけど、これものすごく夏向けの素材で、そうやな、うん、こう針とか腰がすごい強くてシャリッとしたこう、うん、質感があるんで、うん、通気性もあって雨とか降ってもピャッてたらプルッていうからないね、水が、うん、くれるようなやつ でしかも何以外ってこれモヘアって光沢も結構強く出るんで、うん、こう春夏さっき言ってたみたいに光沢は割と出にくいんですけども、うん、こうモヘアの素材自体が持ってる光沢があるんで、うん、もう結構高級感のあるような素材で、うん、しかも腰もあると、これも夏にちょっと一押ししたい素材ですね。まあ、撥水加工ってあるやろ、はい、ありますね、うん、今はちょっと分からへんけど、俺昔撥水加工が流行った時にあれね、面白いな、あれ水をこうやって垂らしたらこう玉のようにやってこうクロロロってやる、ありますね、あれすごいですね、そのこれあれその目をつぶしてこう水滴入らんようにこう弾くようにしてるからちょっと通気性が悪くなる素材もあってんな、あ、だから俺撥水はだから作れへんの、なるほど、うん、まあそれがなんていうの、その代わり水めっちゃ弾いてくるんだよ、なんていうの、あれなんていうの、車でいうワイパーので水かかったら、はい、あれなんていうの、アメンボか、なんていうのあれ、ガラコみたいにこう水弾けるけど、なあれすごいですよね、うん、なんかこう見せてもらったらコップの水パッてこう生地に垂らしてもほんまにこう水の溜まりができて、うん、ツルッツルこうやって動くんですよ、そう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 、すごいですよね、うん、あれ、うん、なんかうわすごいんだよ、飲むやろそのまま飲めるぐらいの、ほんまにほんまに、あれすごいですね、まあ、それから通気性がちょっと、うん、落ちるもんないですね、したりはしちゃうというところですね、うん、まあ、最近こうそういう、 こう季節に向けたようなその特殊な加工してあるようなものとかもあったりしますね、うん、でまあ、夏他にも朝コンとかあったりするんですけど、まあ、朝はこうワイシャツに使われてることもありますし、うん、まあ、どっちかというとスーツよりはこうジャケットとかにカジュアルジャケットみたいなものによく使われてたりはするんで、これも割とコシアってものすごくこう通気性のある素材なんで、まあジャケット単品でっていう方やったらこう朝コンとかもおすすめではあるってことですね、朝コンですね、うん、いや何だっけ、昔お客さんにちょっといてはったんやけど、そのスーツの風合いをさ見たいんやろな、こうこうみんな生地をこう握っていく人がおって、大体僕らの生地っていうのは風合いあれするためにこう針とかでこう指でこうやってさらっと触るやんか、こうやって触っていく人って、朝の部分だけみんな戻らんとしてはんの言うたら、でまたそれ午前中に来てまた夕方それしに来はるしょってな言うたら、ちょっと言ったけど、うん、
ね、朝とかシワになりやすいね。そう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 、まあ、そうあれは特性やからな、言うたら生地の特性、これぐらいシワなるやんか言うて、いやいやそれが特性ですって言った、うんうんうん、まあ言うたらそれはあの、素材のね特徴なんですっていうふうに、まあ、言うたんやけども、そういう人ほんで、うん、いますね、確かにある人ね、こうやってな、まあ、風合いってぐちゃぐちゃになりますぐちゃぐちゃになりますもんね、うん、あれ一応今のがこう素材で春夏向けにおすすめの素材で、はい、次まあ秋冬向けなんですけども、うん、まあ、秋冬はまあ一般的に多いのはこうカシミヤとかですかね。あー、でもまあスーツというよりはジャケットやったり、あのまあ膝が抜けんねん、カシミヤみたいな柔らかい生地、そうですよね、うん、だからジャケットが多いな、そうですね、ズボンには不向きなんで、うん、まあ、あのその素材的にはその、まあ、ジャケット単品とかコートやったらそのカシミヤがやっぱりもう保温性も抜群ですし、まあ、何より高いっていうのはあるんですけども、うん、素材がな、そうですね、まあ、高級感はあるんでおすすめなんですけど、うん、スーツとして冬物でおすすめなのが、まあ、これはもう素材はウールなんですけど、折り方でこうフランネルとか、あフランネルな、スイードとかって呼ばれるこう、まあ、うん、綾織りのこう毛羽だったような素材とかですね、うん、あの辺はまあ季節感があるんで、普通のこうサラッとしたクリア仕上げの生地よりも温かみあるんで、うん、冬場同じウールでもそういうちょっと折り方の違うようなやつとか、うんうん、あの処理の違うようなやつがおすすめではあるっていうところですね、うん、一応こうざっくり、折り方と、ディティールっていうんですかね、はい、作りと、うん、おすすめの素材っていうところですね、これ一応、まあ、秋冬と春夏のこうざっくりした違いになってますね、うん、はいはいはい、で一応まあ説明はこれだけなんですけど、うん、まあそれも踏まえて、うん、春夏と秋冬それぞれでおすすめの色柄っていうんですかね、うん、スーツの着こなし的なやつをご紹介できたらいいね思うんですけど、はいはい、オーダースーツ M2 プラント、フライデーフットボールスタジアム、毎週金曜日夕方2時35分ぐらいから僕西川大輔が FM802 で担当しております。で M2 プラントさんと一緒に、まあ、いろんなそのスーツとサッカーを交えて番組を届けてますので、皆さんぜひ聞いてください、よろしくお願いします。